こんばんは、天野さん。ゆとりライフの天野さん。速稼塾の久保でございます。今回動画見せていただいて、声ね、すごく良くなりましたね。聞きやすいですね。これはとってもいいと思います。あとは喋るテンポが、歩く速度と同じぐらいだといいかなと思います。まあもちろんね、ゆとりライフというからに、ゆっくり話すのも悪くはないんですよ。悪くはないんですけども、ゆっくり話すよりも早い方が、実は有利だったりするんですよね。あとは天野さんのスタイルがこのゆっくりモードでいくんだったらこのゆっくりでも全然 OK でございます。そこは心配されないでください。もしね、あえて言うとしたら YouTube には倍速モードっていうのがあるんで、倍速モードのご案内をして、私はゆっくり皆さんに語りかけますけども、早く聞きたい方はこの倍速モードに直してやってみてくださいっていうアドバイスを入れるととてもいいんじゃないかなと思いますね。はい。それでですね、お話の内容の方なんですけど、内容はね、特にこれを話さなくちゃいけないってことはないんで、天野さんのご自身のテーマで話していただいていいと思いますけども、肝心なのはですね、一番最初に結論を言うことなんですよ。今日の話はこれですってズバッと言ってしまう、もしくは今日のテーマはこれですって、今日の結論はこれですって最初に言ってあげて、あ、それ興味あるわっていう人に続けてみてもらう、あ、そのテーマだったらいらないよねっていう人に離脱してもらうっていうことが大事になってきます。というのはですね、最後まで見た結果、一体何が言いたかったのかわからないってことになると、フラストレーションになってリピートが起きないんですよ。もしくはバットがついてしまうんですよね。もちろんバットがついて悪くないんですよ。バットがついてもアルゴリズム的には有利なんで、それ全然いいんですけども、天野さんもバットがつくよりもグッドがついた方がやる気になると思いますんで、そういう意味を込めて、こういう形になっております。結論から言う、テーマから言うってことになります。そしてですね、話の順番なんですけども、黄金のルールとしてこういうのがあります。今日は2種類ぐらい紹介しようかな。一つはね、 You, We, I っていう順番で話すってことなんですよ。皆さんはこれこれこうこうこういう経験はありませんかっていうこととかね、皆さんは多分こういうふうに感じてらっしゃって今日 YouTube を見てくれてると思うんですよっていうふうにして、共感をさせる前の、前振りとしてですね、なんで自分のことが分かるのとか、あれこれ自分に向かって言ってるかもしれないっていうふうに動画の方で話していくってことなんですよ。私はこうですって最初に話しちゃうと、ちょっと逆効果というかあまり良くないんですよね。まずは視聴者さんの悩みとか、視聴者さんの考えてらっしゃることとか、視聴者さんの置かれてる状況を想像して、そういう人に見てもらいたいから、あなたはこうじゃないですかって語りかけて掴んでいくんですよね。で、次がですね、We ですね、私たちってことです。最初に You って言って相手の視聴者さんのことをお話したら、今度はあなたと私の共通点ってことにかけていくんですよ。これが We ですね。 You, We, I の順番です。そして We ができたら、共感ができたら、今度は I、自分のことを話していくってことになります。で、もう一つの側面の話し方いきますね。まずは共感を呼ぶために、視聴者さんの立場のことを言っていくんですよね。例えば寒くなりましたねっていうのも一つなんですよ。寒くなりましたねって言ったら、寒さを感じた人がそうなんですよっていうふうに来て、来てくれるんですよね。あとは私はこういうことを失敗したっていうことを、あなたはこういうふうに悩んでいませんかっていうふうに語りかけていくんですよ。あなたは会社に行ってこんな無理難題を押し付けられた、もしくはボーナスが今時期ですけども、ボーナスがまた減らされたっていうふうにして将来に不安を感じてませんかとか、年金2000万円問題ってありますけども、すごく心配ですよねっていうふうに最初に投げてあげるんですよ。そうすると、そうそう、それについてちょっと自分も言いたいことがあるんだよっていうふうにして、視聴者さんは意識を振り向けてくれます。その次にですね、天気ですよね。天気くるっと変わるときです。こういう不安のある方にはこんな考え方があるんですよっていうふうに次話していくんですよね。で、最後に私はこうやっていきたいですっていうふうに自分のことを話します。これは自分の決断を話すんですよ。で、決断をしてこういうふうにこれからやっていくんで、次の動画を見てくださいっていうふうにつながりやすいんですよね。で、他にもね、ゆとりライフの定義、このゆとりの定義っていうのをお話しする機会があってもいいかなと思います。例えば今私が考えついたのは、毎日2時間1人で過ごす時間をこれから人生終わるまで毎日持っていきますみたいなね、それが私のゆとりライフなんですってお話していくと。で、プラスこの2時間を3時間、4時間、5時間と増やせたらもっといいなと思いますけども、逆に1時間に減っちゃった、30分に減っちゃった、全く今日は取れなかったっていう風になってくると、ゆとりライフの趣旨とは違うんで、私の定義するゆとりライフとは、1日に2時間、完全に自分だけの時間、もしくは自分に共感してくる人とだけ過ごす時間を持っていきたいですっていうね、そういう定義を1つ目に設ける。2つ目はその今日どんなゆとりを送ったかっていうのを YouTube で話していこうと思うんですみたいなのね、2つ目にしていくと。その2つかな。私が天野さんの立場で
ゆとりの定義をするとしたら、この2つを視聴者さんに約束して、だから私のゆとりに興味がある方、もしくは私のようにゆとりのある暮らしを送りたい方は見てくださいっていうふうな働きかけにしていくかなと思いますね。はい、そのぐらいかな。でも全体的に別にね、クレームをつけるほどのことはなくて、すごくよく育ってきてると思います。動画の作り方が非常によろしいと思います。本当文句なしなんですよ。あとは私いろいろ今日言いましたけども、こうやるとまあちょっと反応が良くなるよってことなんですけども、これはね、天野さんの反応が良くなるかどうかってのは分かりません。はっきり言って私がやってきてそうなったってことなんですよ。ここは誤解されないでください。私はね、今日ねいろいろ話しましたけども、それに気をつけながら今日までやってきたってことなんですよ。でそうするとこういう結果が出ましたけども、 YouTube っていうのはこの声で、この顔で、この背景でやってる私だからそうなったってことが多いんですよね。まあ、ですので天野さんは違う背景、違う顔、違う声でやってますので、私が今お話したアドバイスをそっくりそのままやったからといって同じような結果が出るかってことは、これは未知数なんですね。で、天野さんも動画の中でおっしゃってましたけどね、私の考え方を自分なりにカスタマイズしてどういうふうにアウトプットしていくかっていうのは、これ天野さんのブレンド力とかね、スパイスを加える能力、調味料のねような感覚が必要になってきますんで、なかなかね一発で正解にたどり着かないということになります。はい、ちょっとね私も今日はゆっくりめでお話しましたけども、伝わっていたら幸いでございます。それではこれからもよろしくお願いします。